はい、どうもこんにちは。今日はすごく有名な問題を扱っていきたいと思います。多分おそらくみんなどっかでは見たことがあるとは思うんですけども、でもこれちゃんと分かってるのかなってね、ちょっと不安になってる問題でもあるので、ちょっとやっていきたいなと思います。では早速問題どうぞ。はい、ではやっていきましょう。なんとなくね、こういったボイル・シャルの法則を立てて答えが出てきたっていう人もいると思うんですけども、ちゃんと分かってるのかなって思うところがあるんですよね。で、ちゃんと分かってるかなってことを確認するためにですね、この3つちょっと書いたんですけども、温度高くしたんですよね。水温を高くしてあげた時の、その時の浮かんでいる容器の様子ですね。この3つの中のどれが正しいかっていうのはいけますか？ちょっとやってみてください。どうぞ。はい、ちょっとこれ難しいでしょう。考えれば考えるほど難しいとは思うんですけども、ここをちゃんとしっかりね、意識できてるかってことを考えてほしいんですよね。何かっていうと、もちろんこれ温度が高くなって空気が膨張するんですよね。空気が膨張したら上に行くんじゃないかなとか、2番手が考えたりとか、いやちょっと下に沈むんじゃないかなとか、いやこの下の液面のところは最初と変わらないんじゃないかなっていうところ、いろいろ考えるとは思うんですけども、例えばこの位置になったら圧力変わってくるんですよね。ここだったら同じ水圧になってますけど、そこよりもね、上に来てますからね、水圧が小さくなりますから、ここの中の気体の圧力って若干下がってきますよね。ここと比べると、ここもそうですよね。なのでこれボイルシャルの中の圧力 P が入ってないんですね。 T 分の PV の圧力が入ってませんから、丸2丸3も想定しなきゃいけないんですよね。想定して考えていくと、いや圧力どうなるんだろうってことがわからないんですよね。ただ今回どうやって考えていくかっていうことなんですけども、もちろんこれ浮いたまんまなんですよね。静止したまんまであるってことから考えてあげると、まず考えていかなきゃいけないのはこれですよね。どうぞ。はい、よろしいでしょうか。浮力と重力が釣り合っているってことを考えていかなきゃいけませんよね。で、この容器の重力自体はどれになっても変わらないと思うんですが、こう今回浮力変わってきますよね。ここは浮力同じものになってますけども、ここをそうですね、浮力これ小さくなりますよね。で、ここ浮力大きくなりますよね。浮力ちっちゃくなっても大きくなってもダメですよね。だって重力と浮力釣り合ってないといけませんから。なのでそう考えてあげると、この沈んでいる使っている部分の体積が、浮力が変わっちゃいけないから釣り合ってますからね。重力変わってませんから、なので使っている部分の体積が変わっちゃいけないですよっていう話なんですよね。はい、よろしいですかね。なのでこの使っている体積が変わらないから、さっきと圧力同じ深さになってますからね。圧力が一緒になっているから、ああじゃあボイシャルの P は省略できるよねっていうところになってきて、この式になるんですよね。よろしいですかね。なのでそう考えてあげて、答えが 1.13 番ということでしたね。よろしいですかね。なのでこの図を書けっていうのはね、もしかしたら共通テストで次出てくるかもしれませんからね、こういったこともね、ちょっと意識してくださいね。圧力変わる可能性すごくありますから、いや変わる変わらないどうなんだろうってことを、あじゃあ今回重力変わってないから、浮力も変わってないから、この使ってる体積変わっちゃダメだよねっていうことを考えて、じゃあ圧力変わってなかったってことを結論付けてほしいんですよね。まあ、そういった習慣しっかりつけてほしいなと思います。はい、それでは後半見ていきましょう。後半の問題もね、結構難しい問題でしたね。もう単純に考えることができます。単純に考えてあげると、こう持ち上げていったんですね。で、持ち上げることによって、この水の部分を持ち上がったんですよね。で、それを考えてあげると、持ち上げた容器の重力分、もちろん力必要ですよね。で、この H、 高さ H 部分の水も持ち上げたんだから、この持ち上げた水の分の重力の力も必要ですよねっていう話なんですよね。なので密度をかける SH が体積ですよね。で、重力加速度 G かけてあげることによって重力になってますから、あこれで出てきたやんかっていう話なんですよね。なのでこれだけで考えてあげることもできました。ただこれあんまり応用が効かないですし、これね、自信を持って答えることなんかできないので、今まで通りですね、圧力を使って考えていくってことをやっていきましょう。はい、では圧力から働く力を考えていきましょう。今は容器を上向きに引っ張ってる力で、引っ張ってる力ですね。で、今回働く力を見てます。容器に働く力、なので容器の重力ですね。で、あとは容器に働く力ですから、ここは大気圧 P0 がかかってますから、大気から押される力っていうのがありますよね。だこれが大気圧が P0 で、面積 S ですから P0S ですね。あともう一つはちょっとイメージしにくいかもしれませんが、水面からこの空気と一緒に容器が押されてますからね。いいですかね。空気と容器がセットになっていて、この水面から空気とセットで容器も押されてますから、水面から押される力っていうのもありますよと。
じゃあ圧力さえ分かったら力かけるだけですから、圧力を求めていきましょうと。で、圧力を求めていくときに考えていきたいことは何だったかというと、水圧っていうのは深さで決まったんですよね。で、ここ大気圧 P0 がかかっていて、このここですよね。ここがちょうど大気圧と同じ圧力になってますよと。はい、よろしいですかね。じゃあ同じように考えてあげると、この部分ですね。この部分も同じ深さだから、同じ圧力、大気圧 P0 になっていますよということですよね。で、そこから H、浅くなってあるんですよね。浅くなったってことは、その分だけ水圧が小さくなりますから、この部分の水圧っていうのは、大気圧 P0 から、この深さ H に相当する水圧分だけちっちゃくなってますよということなんですね。なので、ロー GH、大気圧より下がった値になってますよと。じゃあ、ここに働く力っていうのは、これに面積 S をかけてあげたらいいだけですよね。はい、いけました。なので、1、2、3、4、4つですね。4つの力の釣り合いの式を立ててあげたらいいだけですね。はい、よろしいでしょうかね。上向きの2つの力ですね。F たすこの水圧の力ですね。そして下向きの力が重力と大気から押される力 P0S ですね。まあ、これを計算してあげると、これと同じ値になります。まあ、いいですかね。なので、まあ、感覚的にこうやって解いてあげるのもいいですし、しっかりとですね、これ熱力学でよくやりますよね。外の気体から押される力、下の気体から押される力ってね、ピストンに働く力の釣り合いとかよくやりますよね。で、今回はピストンがこの容器と空気、容器の中に込められた空気に働く力になってるだけですよね。だからそう考えてあげたら、まあ、単純にできる問題です。ちょっと複雑でしたけどね。はい、よかったでしょうか。なので、本当にね、今日言いたかったのは、まあ、みんな一度は解いたことある問題だと思うので、それに関しては別にいいんだけども、ここですよね、ここ。温度が高くなって膨張した時には、この深さのラインももしかしたら変わるかもしれないよね。でも、体積が変わらないから、浮力が変わらなくて重力と等しくなってるから、今回は変わらなかったから、この式でいけたんだよってことはね、ちゃんと考えてやってほしかったなというところなんです。ここが分かってくれたら、もう共通テストもね、ぜひ応用が効くと思いますが、高得点取れると思います。はい、じゃあ最後まで聞いていただいてありがとうございました。